用途に合わせて様々な特性を発揮する高機能ガラスペーパー。ガラスペーパーはガラス繊維を水中で分散しシート化したもので、原料選定、消費技術、分散配合技術、品質向上等の独自の技術によって様々な特性を発揮します。これから3つのガラスペーパーをご紹介します。1、耐熱ガラスペーパー。高温環境下でも強度を維持、耐熱性を維持しつつ断熱性も発揮します。2、極薄ガラスペーパー。極薄シートにするために繊維の分散性に注意して極限まで均一性を高めました。 FRP 成形品の表面改善に効果的で、FRP 製造技術全般の成形に利用可能です。3、低融電特性ガラス複合素材。特殊なガラス繊維と特殊な熱可塑性樹脂繊維を混合消脂した湿式不織布です。熱プレスし成形して使用する低融電性の複合材料としてご利用いただけます。低融電率、低融電性説を有し、次世代の高速通信機器に対応する材料として大きく期待されています。詳しくは OGFTEX までお問い合わせください。